はいどうも、宮城からこんにちは、ひろきです。今日は宮城県牡鹿郡女川町に来てます。今日は女川のいいところをいろいろ紹介したいと思います。女川町は太平洋沿岸に位置する町で、宮城のこのとんがってるところにあります。日本有数の漁港であり、季節ごとに様々な海の恵みを味わうことができます。東北地方で大きな被害をもたらした東日本大震災。この女川町も大きな被害を受け、町のほとんどが波で流されてしまいました。あれから9年、復興が進み、町はにぎわいを取り戻しました。町の中心にある女川駅のこの形は、カモメが羽ばたく姿をイメージして作られたそうです。駅の2階にはなんと温泉があります。温泉ゆぽっぽは美人の湯と呼ばれていて、入るとすべすべになるそうです。シーパルピア女川、さまざまな業種の店舗が出店する商業エリアです。中でもおすすめはこちらです。ダンボルギーニ。他にはスペインタイルの餌付け体験などがあります。女川ならではの海産物を販売するハマテラス。ハマテラスの中であるものを見つけました。お腹が空いたらぜひ食べてほしい、それは女川丼。すっごい美味しかったです。紹介はここまでです。あとは実際に遊びに来てみてください。はい、いかがだったでしょうか。女川のね、いいところ伝わったかなと思います。ぜひ皆さんも海の幸食べに来てみてください。ご視聴ありがとうございました。アディオス。どうも、ひろきです。今回女川を紹介する動画をね、作ってみました。撮影のために約1年ぶりぐらいに女川の方に行ってみて、ちょっと時間と天候の都合で撮影したかったところが撮れなかったんですね。なんでこの場で紹介をしていこうと思います。まずね、紹介したかったのが女川の海です。夏浜という海水浴場がすごい綺麗なので行ってみてください。場所が女川原発の近くなので嫌がる人もいると思うので、まあ全然平気ない方は行ってみてください。あと女川の夜景すんごい綺麗なんで、夜景好きな方は夜までいてください。他にもいろいろ紹介できることはあるんですけど、ホームページに載ってますので、そちらの方をご覧になってみてください。それにしても 3.11 からもう9年が経ちます。皆さんは 3.11 の時どうしてましたか？私はね、仙台に住んでいて、津波の被害は全くなかったんで、1ヶ月ぐらいで元の生活に戻れました。2ヶ月目からはボランティアに参加するようになって、一度女川の方にも物資を運びに行ってきました。その時見た光景は未だに覚えてます。見渡す限り瓦礫だらけでしたね。全く何もない状態でした。でもそんな状態からよくここまで町を復興させたなと思います。すんごい感慨深いものがね、ありますね。はい、ということで女川についての動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで見ていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。アディオス。